そういう風にあのさ思わせてるけど、ずっと野菜食べてるよね。猿とかゴリラってバナナってイメージ。だけど結局そういうイメージだけでさ。おお、すげえとこ持ってるな。階段登って上から。おお、すごいすごい。これ見て、これ見て満足しようんかったらあかんな。ちゃんと見てよ。はい、帰る。あれはただの葉っぱなんだ。あ、みたいな。あ、バーディーよ、友達も。あ、なんかさ、なんだっけ、動物の森じゃなくて、牧場？あ、牧場もさ、一番小さいかも。下のやつだ。どれも。あ、違う。あ、違う。小さい男の子がね、どれだよね、もうわかんないんだよね。ネギ持ってるもん、ずっと。みんなこっち来たの。あの子かな。すごい。この子みんなちょっと立ち上がるけど。外の皮は食べたくないんだ、辛いんだ。あ、あそこ近寄ってきたら喧嘩しない？距離、お互い。これわざとだったよね。あれどこ行ったのか。パピはそこ。
シャキシャキ言うかも。シャキシャキ言うバナナだよ。バナナはおやつなの。ヤシの、ヤシの。これもご飯が入ってる、うん、なんか覗いてる。ドラミングすごかったな。あのシャワーにドラミング来たやん。すごい気にするやん。そうやな。ちょっとあーってやっほどういう関係なの？そこにあの、ああそうか、奥さんが2人いて子供が2人いる。シャバーニが、おお。ダメダメ。ほら。ゴリラ、なんか人でご飯食べてる。こちらがちょっとなんか、やっぱり最初の顔してるけど。ゴリラ登った階段を。え、あそこにある海のご飯。あんなとこに置いてあるんだ。見えねえ。スイカとこ置いてあるんですよ。はい、スイカかな、あれ。これはなんだ、一番てっぺんまで。ゆっくりやればだいぶ。あ、来た。あそこにある。本当だ。
番下に、ここの下におんな、今一番でかい、うん、一番もう見えんもん、パワーだけも見えんもん、うん、サバーには立ってこい、立ちな、じゃあご飯とパパ押さえて、いや、この間見とったやん。シャバーニ。ハマタガタ、じゃあ下行ってみてみよう。ありがとうございます。あれシャバーニだった、そうなんやって。